皆さんこんにちは。第一電化社の専属バリスタ植松です。さあ今日は SJJ の告知動画です。SJJ 本当にこう2年ぶりですかね、2年ぶりの開催だと思うんですけども、私たち第一電化社も出展いたします。でもちろん、弊社で扱っているエスプレスマシンや焙煎機等の、まあ、展示も行っていくんですけども、すべての製品は展示できないと思うんですけども、あと、まあ、今回は、セミナーというのも、やろうと思っております。でそのセミナーにはですね、本当にトッププロのもうチャンピオンクラス、まあ、各あの大会でこう優勝されているチャンピオンクラスのバリスタの方を、まあ、お招きして、まあ、白石とか、まあ、と、まあ、一緒にこうちょっとセミナーを進行していく形で、やらせていただこうと思っております。でまあ、これですね、セミナーも今回無料です。参加は無料で、かつ定員6名で、この動画をもってお申し込みスタートにさせていただこうと思います。なので、ちょっとですね、この動画を見たタイミングが遅かったりされた方の場合は、もしかするともうセミナー埋まってしまってて、希望のところが取れなかったっていうことになるかもしれないんですけども、そこはご了承いただければというふうに思っています。で、もし定員が埋まらなかった場合は、当日にご参加いただくような形でも、大丈夫ですので、まあ、ちょっとそこはまた当日ですね、ブースに来ていただいて、セミナーの飽きないですかとか、そういうふうな形で、聞いていただければ、回答できると思いますので、よろしくお願いいたします。で、セミナーの、内容ですが、今回いくつか、まあ、4つですかね、合計4つの、まあ、コンセプトのセミナーを決めておりまして、まず1つ目がですね、これ、まあ、じゃあ11月17日に開催するセミナーの分から、説明させていただきます。まず小型マシンのセミナー、はい、これはですね、弊社でとても人気があるロケット車と、あと ECM のエスプレスマシンのセミナーです。で、まあ、ロケット車もいろんなこうランクの、まあ、ECM もですけども、いろんな、まあ、こうグレードのマシンがありますし、まあ、ロケット車の R91 とかに関してはもう本当に超ハイエンドマシンですし、中枢の可変もできますよね。で、まあ、そういったのをした時にどういうふうに味が変わるのかっていうところも、まあ、体験をしていただけるようなセミナーにできればというふうに思っております。でこの17日の会に関しましては、まあ、オーストラリアとかでも非常に活躍をされて、今日本でお店を何店舗かこう運営されている下山バリスタに、17日はまあゲストのバリスタとして、ここは一緒にお願いをさせていただこうというふうに思っております。そして次2つ目、これは17日だけのセミナーになるんですけども、抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ、そしてきなこラテ、まあ、弊社でもですね、コーヒー以外にすごく人気の、まあ、このラテシリーズ、はい、抹茶ラテもこれめちゃくちゃ美味しいんですけども、この抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ、きなこ、ラテ、まあ、これのパウダーを使った、まあ、セミナーというのを、させていただこうと思います。で同時にこれはサンレモのコーヒーマシンを使いますので、サンレモの少し説明も、させていただく回にしようと思っております。でこのセミナーに関しましては、まあ、抹茶ラテの大会とかでも優勝されている、ご経験がある谷尾良平バリスタに、お願いをさせていただこうと思っております。これは17日の14時のみの、セミナーとなっておりますので、まあ、ぜひ、興味のある方はお早めにこれを申し込みいただければというふうに思っております。あとストロングホールの焙煎セミナーっていうのが17日にありまして、これは17日と19日にあります。ちょっと焙煎セミナーのちょうど説明します。で次11月18日ですが、11月18日の11時からはサンレモコーヒーマシンのセミナーを行いたいと思っております。サンレモコーヒーマシンもこの3年ぐらいでかなり有名になったんじゃないでしょうか。もうオーストラリアとかではもう本当にすごくね、丸底とかと並ぶぐらいの知名度を持つマシンになってると思うんですよね。オーストラリアに限らず海外とかだと意外と、かなり知名度あるマシンだなっていうふうに、あの SNS とか見てても思うんですけども、まあ、そのカフェレーサーと、あとはまあ F18、F18 ですね。まあ、この特徴っていうのがどういうものなのかというのを、まあ、主に説明させていただくセミナーにしていこうと思っております。で、まあ、私もいろんな今までエスプレスマシン使ってきましたし、まあ、大会とかにもかなり出てるので、まあ、そういう大会に出れば必ずエスプレスマシンって大会側が用意しているマシンを触らないといけないので、まあ、そういうのでいろんなこうマシン触ってきてるんですけども、カフェレーサー以上にクリーンにエスプレスの味が出せるマシンってないんですよね、私が知る限りでは。まあ、もしかしたらあるかもしれないんですけど、サンレモの本当に素晴らしい特徴ってクリーンなエスプレッソだと思うんですよね。もちろんこれは良くも悪くもです、やっぱりモロ刃の剣だと思うので、そういうところの特性っていうのがどういうところなのかっていうのを、まあ、しっかりと、まあ、ちょっと体感をいただけるようなセミナーにできればというふうに思っております。この18日のサンレモコーヒーマシンのセミナーは、これ弊社のまあ動画でも過去にちょっと一度だけ、まあ、プロモーションビデオみたいな感じで登場いただいております、吉田義輝バリスタに、ゲストとしてこの18日の11時の回はお願いをさせていただこうというふうに思っております。
そして次、18日はもう一回、小型マシンのセミナー、先ほども説明したロケット社と ECM 社のセミナーも行いたいと思います。でこちらの18日の、ゲストのバリスタは、オーストラリアのラテアートの大会で優勝された、これ非常に本当に有名な、バリスタの方ですが、深山晋作バリスタに、特別講師、ゲストバリスタとして、一緒にお願いをさせていただこうというふうに思っております。そして19日です。19日もこれまたサンレモコーヒーマシンのセミナーを朝11時から行います。でこれはですね、この19日の回はこの前私たちの動画作らせていただいたんですが、奥平バリスタにゲストバリスタとしてここは一緒にお願いしてやっていく形になると思います。各回ですね、どちらかというとラテアート、特にゲストで入っていただいているバリスタの方も皆さん素晴らしいラテアートの技術をお持ちの方ですので、特にあとラテアートのヒントを得たいとか、ラテアートちょっとでも上達したいよとか、そういう方はもうこれ、もちろんサンレモとかもう業務用マシンではありますけども、参加すると何かちょっとひらめきとかあるんじゃないかと思うので、これ特に、完全初心者の方だとちょっと難しいかもしれないんですけども、別にそこに関して制限は設けておりませんので、興味のある方はぜひお申し込みをいただければというふうに思っております。こんなね、トッププロのバリスタの技術をこんだけ間近で見れることってあんまりないと思いますので、はい。で、この、あとごめんなさい、忘れてました。もうちょっと今、頭が混乱しつつの喋ってるので、忘れておりましたが、ストロングホールドの焙煎セミナー、これは17日と、19日、合計4回これはやります。ストロングホールドは電気式の焙煎機ですね。ガスを使わないんですよね、ストロングホールドは。で、私たちも、あれも3年前の CAJ ですかね、初めてストロングホールド、初お披露目、3年前、4年前ですかね、させていただいて、非常にそこからお問い合わせとかもあったんですよね。で、非常に注目は世界的にも高い焙煎機ということで、一言で言うと、電気式の焙煎機として超ハイエンドだと思うんですよね、ストロングホールドっていうのは。で、そのストロングホールドも、なんでこれまだ実は私たち販売できてないんですけど、メーカー側でちょっとマイナーアップデートが若干入ってきたりしてて、やっぱり日本で売るためには、その日本の法律に対して審査通さないといけないんですよね。で、そういうところがちょっとこの新しいモデルチェンジが入ってきたりしたことによって、いろいろ遅れてのこのタイミングになってきてて、ここからおそらくですが、半年以内ぐらいには販売ができるんじゃないかというふうに今見込んでおりますので、いよいよ新しくなったストロングホールドですね。マイナーチェンジ。で、新しくなったストロングホールドというのを SCAJ で初お披露目する形に今回なるかなというふうに思っております。では、特に、やっぱりストロングホールド導入されたい方っていうのは、ガスを導入できない場所で、焙煎、ロースターとしてお店をやりたいっていう方とか、あとはかなりプロファイルを緻密に組むことができるので、非常にそういう意味では再現性が高く、焼きやすいっていう部分もあると思います。なので、初心者だけどこれから焙煎ちょっと頑張っていきたいっていう方にもおすすめじゃないかと。あとは特に浅煎りとかを焼くのにはすごく向いてるんじゃないかっていうのを、焙煎師の、なめかわと。ちなみにこのセミナーは4回やりますが、弊社の山川焙煎所の焙煎師のなめかわと、これは、やる形になると思いますので、特にですね、本当にストロングホールドっていう焙煎機がどういう特徴を持つのかっていうのをこの時にですね、ぜひ把握をしておいていただくと、今後の焙煎機を選んでいく中でも選択肢が増えるんじゃないかというふうに、感じております。はい。で、イベントとしては、イベントというかセミナーはこれだけなんですけども、あとはちょっと、お遊び企画というか、プレゼント企画みたいな形で、ちょっと面白い企画やろうかなと思ってまして、これ3日間、1日1時間ぐらいの枠を使ってやる予定なんですけども、グラインダーごとに味を目隠しされた状態で、完全にブラインド状態で当てれるかチャレンジみたいなのをやってみようかなというふうに思ってます。どういうことをやるかっていうと、例えば3つぐらいカップを置いてて、で、1つは EK で引きました。もう1つは例えば別のフラットマのグラインダーで引きました。でもう1つはコニカルバのグラインダーで引きましたみたいな感じの形で TDS だけほとんど数値合わせます。でそれを飲んでいって、ちょっとこれどういう出題をするかわからないですけど、EK43 で引いたのはどれでしょうみたいな。で、それで答えていただいて、当たった人の中から抽選で1名様にグラインダープレゼント。EK はごめんなさい、プレゼントできないと思いますけども、弊社はエウレカとか扱ってるので、エウレカの3万円とか、もしかしたら10万円ぐらいになるかもしれないですけど、それをプレゼントするという企画をさせていただこうと思います。ちょっとプレゼント当選者数の人数とかまだ決まってませんが、これは多分できると思いますので、またこれは
もしかしたらもう一回動画を再度作るかもしれません。この告知の動画をぜひこう腕に覚えがあるというか味に覚えのある方はですね、これ参加いただけると非常に面白いんじゃないかと思います。ただめちゃくちゃ難しいんですよね。これなんでやるかっていうとめちゃくちゃ難しいから、やろうかなっていうふうに思ってます。私もやりましたけど全問最初外したので、はい、それぐらい難しいですが、なのでまあ本当ゲーム感覚でこれはね楽しんでいただければというふうに思っております。はい、ということでちょっと早口の駆け足で、ギュッとまとめた感じだったんですが、まあ、この動画見て面白かったよとか、あとは SCHA 行きますっていう風に思っていただければ、ぜひこの動画、高評価ボタン、あとチャンネル登録いただけると嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。